はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15パート6、チャプター2、続きやっていきましょう。現在は、剣王の墓所だっけな、歴代王の力。前回ここで、歴代王の力を集めて旅をすると、コルに告げられて、この昔、レギス国王陛下と一緒に旅をしたというね、将軍と呼ばれてる人、そう告げられて、で、これからすぐ近くに塹壕跡があるので、そこに、その力がまだあると言われたので、そこに向かうと。で、その時に、武器を一つもらって、手に入れて、ここに装備するか。これだ。剣王の剣。これ、パラメーターが、なんか随分と、随分と、すごいんだけど、一気に上がる。これをね、装備して。で、前回セーブデータから一部、巻き戻して、またサブクエストを進めて、エンジンブレードとドレインランスをレベル2に素材集めて、アップグレードして、現在パーティーレベルも16で、一番右にコルが映ってる。このクエストだけ多分コルがね、同行してくれるんだろうね。これが、剣王の剣。危ねえだろ。あ、ごめん。悪かったって。そんじゃやっていこう。クエスト、これね。この辺もね、ある程度探索なりサブクエストなり進めて、サブクエストがまたね、まだ行ったことないエリアに発生しちゃったりもしてると。やっていこう。剣王の剣はいかほどか。気をつけ。え、唐鉄が来た。何か指示はあるか。お、1000超えてる。余裕でしょ。あ、強い。戦い慣れてきた。まあな。今のは悪くなかったぞ、プロンプト。将軍に褒められた。浮かれるな。毎日鍛錬するといい。ああ、はい、頑張ります。強いぞこの剣。10、あ、これじゃない。障壁を立って塔を守った王の証。シフトする。あ、初段が最初の攻撃が極めて強力。これは使えそうだ。ああ、またニフル軍。もうね、あれがしょっちゅうプレイヤーたちに襲いかかってくるようになってるんで。え、向こうで降りたな。今なら強化した剣よりも剣王の剣の方が。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。いるね、帝国軍。今ならこの剣王の剣があれば無敵だ。さあ、まず手前にいるやつから。ほら、敵だらけだよ。それも突き進むか回り込むか、どう考えろ。これで参ろう。強い強い。おっと、危ない。ノクト最強。当然剣が自動で守ってる。終わりだ。狙撃兵。オッケー。マジか、プロンプト。どうも、大丈夫です。プロンプトをちょっと気に入っているコルで、これはもしかして使える。使えるが、ほら、おお、強い強い強い。倒しちゃった。こういうオブジェクトも攻撃犬に使えたり活用していこう。これ止まってるけどさ、中入れたりする？これ。入れないね、帝国軍の船。窓はこっちだね。強さは中の下よりも少し上か。一言で、まあまあだ。将軍、あいつを倒したらなかなかのもんだよな。
いけるか、力を見せてみろ。マドアーマーもね、普通にワールドに投下されたりして何度か戦ったことがあるけど、ミサイルを発射してくる結構強力なやつ食らうとね、ちょっと辛い。だからシフト。よしよしよし、でこいつ爆発する。シフト。さあでね、グラディオがね、強力な一撃をね繰り出せるようにねパワーアップしてるから披露していただこう。強力な一撃。あ、でコルも今使えるんだ。危ない。倒した。もちろん。将軍は問題ない。あ、オッケー。ん？なんだあれ。なんか召喚獣になりそうあれ。そんな気がする。そっか、やっぱりここ戦争が昔あったっていうから。残壕跡なんだね。さあ、また帝国の船が。ちょっとコルのさ、このなんて言うんだろう、獅子なんて言うんだろう、この攻撃見てみたいな。戦ってみるか。こいつら人造兵、窓兵。冷静さは相変わらずだな。シフト。さあコル見せてくれ。マドアーマーもいる。よし、コルやってもらおう。おお、すごい衝撃波みたいのが。コルは超刀を使ってるんだね。オッケー、強力回復剤ゲット。帝国軍多いな。あんまりね、シフトしてるとね、この人たち銃撃ってくるからね、シフト移動は素早く。まだいる。さあ窓は回るぞ。体力が危ない。シフト。よし、クラッシュ。コール。受けてみろ。ついてこい。3046。ちょっと体力が危ないから、ポーション。オッケー。うまいことやるじゃねえか。まだ帝国軍がいる。よし。将軍がいると軽く感じるな。軽く考えるな。この力がいつ使えなくなるかわからない。結構倒したね、アイテムが。強くならねえと。よし、じゃあ残壕跡行こう。回収と、お、バイオブラスト。バイオブラストってなんだ。マシンナリー、マシンナリーって何だろう。マサムネに交換しよう。ん？あっつ。ジャケット脱いだらどうだ。新たな武器ゲット。王子、動向はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。しゃ、行くぞ。了解。気をつけてな。コルはここまで。よし、行こう。
暗いね。よし、行こう。無茶すんなよ。ゴブリンが出てきそう、暗いところは。な、見て、扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもしれない。うーん、今も誰か住んでたりするかな。下ってる。マップ不明。なんかケーブル、なんだろう。コード、こっちに伸びてる。何と繋がっているんだろうな。なんだこれ、ケーブルが伸びてるよ。こっちコードを辿ってみよう。発電機？そうみたいだな。動くかな。エンジンかかんない。動かしちゃうか。お、かかった。お、明かりがついたな。よかったよかった。明るくなったね。モンスター出てきそう。電解コンデンサー繋がってるんだね。あと 200m。 こんなとこに墓所があるの。あ、瓶が。ん？何？すまん、缶蹴っちまった。もうマジ心臓止まった。ちょっとにやけてたしのこと。こっち行ける。反対側行ってみよう。設定とかでバッとモンスターが出てくる。なんだ？なんだ？天井、ここで死にたくないな。長居するのは予想。カーボンバングルゲット。マップには道は伸びてるけど、行けないね、こっち。こっちも行き止まり。なんだろうな、これ。なんか埋まってんのかな？いやだね、その音。なんかあってそう。曲がり角から。ビビりすぎだ。絶対あるよ、それ。何もいないけどな。電気はついてるけど、まだ若干暗い。突っ走る。で、扉がある。今の見た。鍵かかってるね。なんだよ、開かない。しつこいね。開かないってば。すいません、誰かいますか？お邪魔します。ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなんだよな。気になるか。鍵だらけか。お？なんだこれ、井戸？ここ通れそう。確認は？行かないならそれでもいいが。やめとくか。マップ。うーん、通るか。なんだろう、このものすごく悲しい BGM は。アイテムがある。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。ん？なんだ？ちょっと明かり。よーし、死ねえぞ。なんだと。ゴブリンだ。お前もな。あ、剣王ソード強い。あららら。なんか崩れる音。プロンプトの声がこもってたぞ今。敵の後ろを狙え。ゴブリン倒した。あ、カンナビ就任記念効果。行こうよ。ああ。今の効果他のところでも見つけたんだけど、換金アイテムか。発電機止まったのかな。仕方ね。先に進もうぜ。先に行こう。あ、行き止まりじゃないな。通れる。
狭い。さあ、またアイテム。エリクサーだ。そうだ、エリクサーといえば、ボトルをね、魔法を生成できるボトル、もう一個手に入ってるから、ちょっとね、いろいろ混ぜてみたらね、炎とね、雷と、あと、メガポーションだかなんだかをね、混ぜたらね、レベル60っていう超強力なね、魔法ができたからね、困った時のために取っとこう。あ、ここは開く。あ、ここにも。おっ、ゴブリン。行くぞ。オッケー。よし、完璧。でもこうアイテム、あ、発電機か。発電機だね。ならゴブリン出なくなる？お？しまった。ちょっと広くて迷いそう。こっち側探索してないから行こう。開く。ここは開くね。ゴブリンいる？待て。何の音？ん？蛇口をひねる音が。エレメント吸収。このダンジョンホラー？あ、シャワー室か。ロッカーもある。なんもない。君がありな。本当だよ。あっと、タランチュラ。得意なファンド。オッケー。もっと広いところで戦闘したいな。もうちょっと、もうちょっとこっちの奥行こう。行き止まりか。この奥の部屋は。こっちから行けそう。なんかいそうだ。油断するなよ。アイテムがある。あ、ボーガン。これプロンプト武器じゃないか。プロンプトね、今購入した武器、コーキュトスってのを持たせてるんだけど、プロンプトじゃない。あ、プロンプトのサブ武器だ。持たせよう。ああ、まだアイテムがある。エリクサー、なんか序盤でエリクサーがこんなポンポン手に入っていいのかな。あ、ゴブリンでも出てきそう。出てきた。なにこれ。アルケニ。痛い。マップシフトできる。こんな狭いとこで。ほら。かわして。よし。マークだ。オッケー。無事に済んだな。こんなデカブツまでいる。またエリクサーだ。こっちの辺探索してなかったな。レーザーセンサー。こっちさっきの扉か。
こっちの洞窟はなんだ？ここさっき通ってない。よし。あと40メートル。まだあるね。こっちはなんだ。アイテムない。ない。こっちは。なんだ。ここ通れないな。通れない。かがめない。前転でいけない。いけない。さあ、着いたぞ。歴代王の墓所。修羅王の墓所。あった。二つ目の剣だ。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方。実際さ、使ってみてどう？いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。これどんどん装備がいろんなもの手に入っていくからどれを変えるか困るんだけど、シュラ王の刃？刀？刃だよね。ああ、一撃は遅く重いが威力は絶大。体験だ。さあ、じゃあ出るか。今夜の7時。ああ、その前にちょっと未探索の部分見てから戻ろう。あ、でもこっちも通れるな。こっちなんかあるか？これが体験というよりは何だろうな、アックスみたいだけど。ん？何これ？どうした？なんか怪しくない？いかにも何かを封印している感じだな。何これ？さっきあの墓所出た時点で入り口に戻りますかって出たけど正解だったかも。なんだと。ダメだ、開かねえよ。封印を解く鍵が必要なのかもしれないな。鍵？RPG であるような全部の扉開けられるようなやつ？なんだそれ？ RPG ってこれじゃないか。ここ来るまで鍵で開かない部屋3つもあったけど。ダメか。探索してなかった場所まで戻ろう。死んだ人の霊がさ、成仏できなくて。確かこっちに。あ、なんだ、なんだ。何かいんの？どうも、からかわれてるみたいだな。やだ、もうエレメントがあった。あ、持てない。うわあ、シャレに何枚。なあ、待って。なんだよ。準備する。俺が合図するから、123の3で開けよう。行くよ。開けるの？1、2、3。あら、しつこいね。開かないってば。ここも鍵かよ。いけない。また今度来いということか。そうか。今度は何？またか。
やだな、もう。こっちから聞こえた？あれ？どうした？さっきは何もなかったのに。なんか落ちてるし。なんだったよ。どっか鍵開いてんじゃないのこれ。あ、開いてるもん。なんか潜んでそう。潜んでるっしょ。絶対なんかいる。すっかり忘れてたんだけどさ、魔導兵と戦ってた時、なんかやたらノクトの体力の減り早いなと思ったら、このファントムソードの剣を使ってるから威力強いけど体力減るの早かったのか。すっかり忘れてた。さっき手に入れたこのアックスも使ってみたいんだけど、まだこのダンジョン奥があるぞ。今この辺か。またドアだ。崩れないよね。さあな。おお、広い。なんか落ちてる。あれ。なんだった。ゴブリン。すごいね、やっぱ。ほら。一分でいけるか。あ、やっぱり体力減ってる。行こうよ。あ。やっぱりこの2つの剣、強力な代わりに体力減ってるね。ファントムソードだから。あれ？戻ってきた。これまたどっかのドア開いてそうだけど、あ、ずっと長居してもあれだから出るか。さあ出口だ。電話だ。はい。出たか。くたばったのかと心配したぞ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。宣戦布告。モニカに会う。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。うん。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。基地といえばこれかな。これの話かな。ここにね、あのモニカって人がいたから、その人から詳しく話を聞けと。そんじゃあダンジョン探索は今回1パートかけてやったということで、ちょっとあれがすごい気になるけど、じゃあ今回はここまでにしましょう。じゃあ次回敵の基地を陥落させに行くといった感じで、じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。